オブシリアンエンターテインメントのペンチメントは中世ブームにある最近のエンタメでは最も直球で歴史を扱った作品。というのも本作は定価2000円くらいのゲームで中世世界で起こる殺人事件を探偵役のプレイヤーが操作をするわけですがプレイヤーが取る選択によって物語は分岐しますし事件自体にも歴史の重層性が非常に関係した作品になっています。ミステリーなのでネタバレをせずに物語は簡単に紹介すると 舞台となるのは16世紀のバイエルン州の小さな町タッシング。すでに北部からはルターの宗教改革は始まっていますが、南部のバイエルンはカトリックが強い土地柄。そんなタッシングは、ベネディクト界の修道士たちが生活する修道院と、クララ界の修道女が生活する修道院が隣接しているキアサウ二重修道院をいただく小さな町。由来のあるセーモーリッツの遺産を見に、巡礼の客も訪れます。主人公もタッシングの外、 芸術が進んだ自由都市ヌルンメルクから来たユダヤ人の画家アンドレアス・マーラー。修道院の写事室で、写本に挿絵を入れるために雇われています。このゲーム自体も、プレイヤーは写本を読んでいるようなルックになっており、場所を移動するとページがまくられますし、会話の文字は写本に文字を入れるような音と共に表示されます。なので、セリフに音声はなく、BGM も抑えられており、環境音が中心になるのは若干退屈に感じるかもしれませんが、 むしろ、この方が、中世世界への没入感は上さらには、写本上で展開されるキャラクターの細かいアニメーションは、むしろかなり凝っているので飽きさせません。さて、ペンチメントですが、ある日、アンドレアスが修道院に出勤すると、修道院に、ローレンツ、ロスフォーゲル男爵という来客が現れます。どうも、ヒストリア、タシエという、タッシングの歴史について書かれた本を、司教に見せようと訪れたみたいです。この男爵は、修道院を金銭的に支えている貴族なのですが、 カトリックの教えに反するルター派に就寝するだけではなく、黒魔術にも興味があるみたいです。また、女癖が悪いとかなりのトラブルメーカー。当然、修道院で何者かの手によって殺されてしまいます。まず、死体の第一発見者で血に濡れたナイフを持っていた修道士のピエロに疑いがかかりました。ピエロは、謝辞室でアンドレアスと一緒に働く、年老いた修道士、肉体的にも、 精神的にも犯行に及んだとは考えられません。個人的にもピエロと繋がりのあったアンドレアスは殺人事件の捜査に乗り出すといった導入になっています。こうした中世の修道院を舞台としたミステリーというと、どうしても世界的なベストセラー、ウンベルト・エーコのバラの名前を思い出します。バラの名前はアリストテレスの死学の第二部喜劇について扱ったとされるが、そもそも存在自体に論争があるなど、 当時のフランシスコ界における様々な思想的な争いが題材になっています。これもこれで面白いのですが、ペンチメントの方が現代エンタメの中世ブームに繋がっていると見ました。というのも、バイエルンの小さな町、タッシングは修道院が建つ前は古代ローマの侵略にあっていますし、さらにはそれ以前のケルト人の土着文化も残ります。当然、未来に目を向けると活版印刷技術とともに近代へ手がかかっているような時代です。近代的な所有権によって、 村の入り合い地、森への立ち入りが禁止される話も出てきます。要は、私たちが歴史としているものは重層的。アンドレアスたちのような芸術家は、その重層的な歴史を、どのように切り取るかが腕の見せ所です。現代日本の創作者でも、光る君へ、鎌倉殿の13人、平家物語、犬王と中世が人気。書籍でも、トマス、アクイナスの神学大全が文庫化されたり、 中世政治を扱ったたカントロービッチの王の2つの王つ身体も復ししました静かに中世が熱くなっているわけですがこれもまた私たちが単一的な歴史観を抜け出して歴史の重層性を再認識するためでしょう人は好むと好まざるにかかわらず何らかの歴史を背負わざるを得ないと聞くと堅苦しいですが歴史といったトラックレコードがないと社会をどうするといった実用的な知識が引き出せません要は歴史と聞くと 教科書にあるような問題に感じますが、実は一人一人の現実存在が関わります。当然、答えがあるわけではないので、共和主義のサンデルなどは、環境を共有する者同士で対話をさせようとするわけですが、空気が歴史の代わりになっている日本ではそうはいかない。そこで、創作物の価値、物語としての知性が、歴史を語る上で実用的になるわけです。このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが、 新しい古典を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。